皆様、本日は私どもコンラート社の主催するパーティーにお越しいただき誠にありがとうございました。皆様もご周知のことと存じますが、本日は記念すべき10年前の本日、我がコンラート社は退屈そうですわね。でも聞くふりだけでもしておいた方がよろしくってよ。この場所にいらっしゃる以上、あの方がどういう人物であるかご存知のはずでしょうから。ヘルマン・コンラート、かの百日戦役の折に財を成し、信仰ながら帝国有数の資産家として名を馳せている死の商人。そして数年前からラインフォルトグループと提携し、取締役を兼任しているほどの人物。いやはや、経歴だけを見たら確かに大した御仁です。こうして実物を見ていると、いささか拍子抜けではありますがそんなことを口にしてしまって。いくら仮面をつけているとはいえ、あちらにいる黒服の方々に取り囲まれても知りませんわよ恐ろしい話ですな。大方私のような無粋者はつまみ出されてしまうのでしょう。その窓を破ってポイッとね本当に面白い方ね。マスコミの方？いえ、意外とお役人さんだったりするのかしらご想像にお任せしますよ。それにしても船の中とはとても思えませんね。ましてや地上何千アージュの高みにいるとは。新造されたばかりのラインホルトの飛行客船、今のところ世界最大級の飛行船という触れ込みでしたかしら。全長120アージュというとそういうことにはなるでしょうね。あくまで表の世界ではですが思わせぶりですわね。そんな謎めいた言葉で女を引きつけようとするなんて。まだお若い様子なのに随分手慣れていらっしゃること。おっと、お見通しでしたか。やれやれ、これ以上尻尾を出さぬうちに退散した方が良さそうだ気が向いたらまたおしゃべりに付き合ってくださる？このような名も知れぬ相手との楽しい語らい、めったにある機会ではありませんもの。何でしたらこのパーティーが終わってから、あなたのお部屋ででもゆっくりと光栄です、マダム。エイドスの目を盗むことができたら喜んで。あなたの部屋ではいけない理由は、まあ聞かないでおきましょう。嫌な方。縁も竹縄、そろそろ頃合いだな。彼のプライベートルームは甲板デッキを抜けた最上階。よし、動くとするか。妙だな、誰かに見られていたような。まあいい、とっとと始めるとしよう。目指すは甲板デッキの先、最上階のプライベートルームだ。ふう、これが
以前からアナウンスされていた最新鋭の飛行客船ですか。なるほど。このエンジン音も聞き慣れないものだ。どうやら新型のようですね。うん。この男、目が見えないのか。お客様、お待ちを。この先は主人コンラートのプライベートルームになります。どうかお引き取りください。ああ、お役目ご苦労。しかし、君たちも運が悪いな。何のつもり。両兵崩れといったところか。この程度の連動ならさほど苦労しなくて済みそうだ。いつもこのくらい楽なら助かるんだがね。無駄に豪勢な部屋だな。さて、どこに隠してある？どうやら一つだけではなさそうだ。さて、お次は。まだあるな。お約束というやつだな。ここまで予想通りならば、おそらく。可能性としては。やはりな。今回のターゲット、連中がばらまいたおもちゃの可能性が高そうだ。愚者のロケット、身につければ大抵の嘘を相手に信じさせることができる禁断のアーティファクトの一つか。やれやれ、武器商人風情が大それたもの。で、どういうことだ。見張りの連中は一体何をしていた。二人揃って仲良く眠らされてたぜ。針か噴射器を使ったらしい。同業者かもしれんな。このままパーティーが終わるまで中に拘束する。コンラート様に報告するのはその後にするぞ。仲間がいる可能性は。監視カメラの記憶を見る限りこいつ一人のようだ。ただバックアップが他にいる可能性は高いだろう。今のうちに招待客全員をマークした方が良さそうだ。今のは。おい貴様、何がおかしい。いや何、侮っていたことを詫びようと思ってね。両兵崩れのチンピラかと思えばなかなかどうして大した連動だ。こいつ。そちらこそ大した度胸だ。貴様の背景が何かは知らんが、コンラート様は容赦のない方だ。こ
このまま無事に済むと思うなよ。舌を噛み切った方がマシだと思えるような目に合わせてやる。それは魅力的なお誘いだ。ただあいにくこちらも戦略があってね。なんだ。ああ一つ言い忘れていた。君ら早うそこから離れとった方がええで。バカな。動力砲の直撃にも耐えられる扉だぞ。やれやれ、この技手加減すんの難しいんやで。あんまり手間かけさせんといけや。なんだ教会の神父。一応正真正銘の神父やで。今なら懺悔格安で聞いたってもええよ。兄さんら随分と後ろぐらい過去持ってそうやし。惑わされるな。一斉にかかるぞ。はあ、そこは懺悔でミラ取るんかいって突っ込んでほしかったんやけど、まあよ、あんま時間もないことやし。まとめてかかってき。しまいにしようか。どんな噂かっちゅうのはあえて聞かんことにしとくわ。心配せんでも俺の狙いはあんたらの雇い主だけや。安心して気絶しとったらええよ。化け物か。さてと、目的の物は回収した。とっととパーティー会場に戻って仕上げに入るとしようか。ああ、でもあのマダムのお誘いを逃すのはもったいないかもな。ええ体してたし、いかにも旦那に満足してへんって感じやったし。ま、火遊びはほどほどにしとこうか。
来たか。北の両兵の名にかけてここから先は一歩も通さん。ああ、やっぱり現役バリバリの両兵だ。しかも割と有名どころやったか。お国の事情はわかるんやけど、ここは引いてもらえへんかな。黙れ。貴様に俺たちの何がわかる。飢えと貧困に苦しむ我らがノーザンブリアのためにもここで名を落とすわけにはいかん。まったく世知辛い世の中やね。ええやろ、こちらも全力で行かせてもらうで。なんだ一体何が起こっている。おそらく侵入者かと。しかもどうやらかなりの手だれのようです。何のために貴様らを雇ったと思っている。殺しても構わん。とっとと排除するがいい。いやそいつは無理ですわ。なんだ貴様、教会の神父、まさか。さすがにこんなものを持っとったら俺らの存在は知っとるか。貴様返せ。それは私のものだ。残念やけどこいつは女神に返すべきもの。一個人が気軽に持っていていいもんやない。殺せ。早くこいつを殺してロケットを取り戻せ。ヘルマン・コンラート、教会法に基づきエイドスの名において貴殿の身柄を拘束する。容疑はアーティファクトの無断所持および不正使用や。こんなことをしてただで済むと思うなよ。いくら必要教会とはいえラインフォルトの取締役である私に手を出したら。それに関しては先方とも話はついとるわ。どうせあんたこいつを使って相当無茶なことしてたんやろ。さすがに各方面でいろいろと問題が起きてたみたいやで。あんたみたいな戸様やとさぞかし敵も多そうやしね。ま、運が悪かったと思っておとなしくオナーについてや。ったく余計な手間かけさせんなよ。今回はえらい簡単な任務やと思ったけど、生かして捕らえるんもそれなりに面倒やな。そこまでだ。おっと、完全武装してきたか。さすが名高き北の両兵、迅速な対応やね。黙れ。こうして武装した以上先ほどのように行くとは思うなよ。言っておくが、この船には一個中隊の戦力が控えている。人質を取ったからといって貴様の逃げ場はどこにもないぞ。今回はお互いラッキーやね。何を言っている。もしこの小悪党が下法に認定されてたら、危うく君ら全員を狩ることになってた。ま、これにめげずに故郷復興のために励んでや。俺らの獲物にならん程度にな。
なかなか楽しませてくれる。だがお話はこれからだよ、ケビン・グラハム。何せ私はまだ目覚めたばかりなのだから。グラハム卿、お疲れ様でした。お疲れ様です。今回は割とあっさりと片付いたみたいですね。ま、いつもに比べたら気楽なのは助かったわ。時間に余裕があったら勇敢マダムとのアバンチュールも楽しめたんやけどな。またそのような。あんまりハメを外してると総長に睨まれますよ。へいへい、まったく君らも固いな。なんで俺みたいないい加減な奴のところに配属されたかわからんわ。曲がりなりにも守護騎士の一人でいらっしゃるのですから、このメルカバを含めてそれなりのバックアップは受けていただかないと。重騎士の数だって転用かなり下回っていますし、いっそここらで思い切って人を増やしてみたらどうです？んなことしたら余計に一人で動きにくくなるやん。慎んで遠慮させてもらうわ。やれやれ。もう少し頼っていただけると我々も安心なのですが、半年前の一件にしても塩の杭の運搬しかお手伝いできませんでしたし。あれの運搬はそれなりに重大な任務なんやけどな。下手に動いて奴に警戒されるわけにもいかへんかったし。え？いや、なんでもない。予定通り、このままアルテリアへ帰還する。明日の、いや、もう今日か。昼過ぎには戻れるやろ。ラジャ。どこからや？アルテリア。セルナート総長からの直々のご連絡です。マジでか。こういうタイミングであの人から連絡が入った時はろくなことがないんやけど。社内
繋いでや。了解。やあ、ケビン。ご苦労だったな。守備の方はどうだ？ええ、筒がなく。ブツは愚者のロケット。蛇の気配はありましたけど、多分尻尾切りの対象ですやろ。そうか。ほぼ睨んだ通りだったな。ご苦労だった。帰還して体を休めてくれと言いたいところだが。空来た。ん？なんだ？いやいや、続けたってください。うん。任務終了早々悪いんだが、一つ君に頼みたいことがあってね。下方絡みですか？いや、ただの回収物だ。グランセル大聖堂の地下に一時的に保管してあるらしい。グランセル？なるほど。和関係かもしれないっちゅうことですか。可能性は高いだろう。どうだろう、頼めるかな？了解ですわ。星の護送もあるんで、このままメルカバはアルテリアに戻らせます。リベールへは俺一人で。ああ、よろしく頼む。そうそう、この件に関しては新人の重機師を一人派遣した。君の下に新たにつけるから、よろしく面倒を見てやってくれ。ちょっと待ったってください。新人って、あんたそんないきなり。女神の巡り合わせはいつでも唐突なものだよ。訓練の成績も優秀だったから足手まといにはならないだろう。それでは健闘を祈る。あっが、はあ、そのよかったじゃないですか。新人が入ってくるみたいで。いいことあるかい。はあ、まったくあの人は昔から変わらへんな。とても小説のモデルになった人とは思えへんわ。ああ、カーネリアでしたっけ？あれ、いいんですかね。我々の存在を世に周知しているような気が。あれくらい芝居がかった内容ならかえっていい目くらましやろ。ヒロインが死んだとかいうのも適当な撹乱情報になっとるし、もっとも実物を知ってたら簡単に死ぬような玉やないってすぐに分かりそうなもんやけどな。まあコメントは差し控えておきましょう。ともかく話は聞いての通りや。今回の件の後始末は君らに全面的に引き継ぐ。ミラの流れは洗った方がええな。まだまだ隠し口座がありそうや。なるほど。我々はこのままアルテリアに戻るとして、あなたの方はどうします？そやな、適当な自治州で降ろしてや。できれば国際定期船が出とる町の近くがええかな。ダジャ。おっと、そろそろ夜明けですね。Thank you.
なっちゃった。渡り鳥さんかな。さすがにジーク君とは違って飛行船には追いつけないみたい。でもでもみんなキュートで可愛かったな。あれ、ジョーちゃんひょっとして。はあ、あなたは。ドロシーちゃん、久しぶりやな。まさか偶然飛び乗った船に乗り合わせるなんて思わんかったわ。私もびっくりです。お久しぶりですね。あれ、あ、ひょっとして名前忘れてしもた。やだな、そんなことありませんよ。その、そうだ、ネギグラハムさんですね。そうそう、煮てよし焼いてよし、薬味なんかにもおすすめです。てっちゃうわ。それどう考えても人の名前やあらへんし。ちゅうかグラハム覚えとんのに、なんで名前の方は覚えてへんねん。冗談ですってば。実はおととい東方人街でネギ料理をいただいたばかりなんです。これがもうほんと美味しくて、お鍋なんてネギしか入れてないのにホコホコでじゅわーっと甘くて、それでついつい間違えちゃったんです。はあ、まあいいけどね。それでドロシーちゃん、結局俺の名前なんやけど。え、任せてくださいよ。ドビンさん、本当にお久しぶりです。そうそう、旬の素材を入れて蒸らしたら美味しいお吸い物の出来上がりって、それはさすがに無理があるやろ。はあ、なるほど。ケビンさんはあの事件の追加調査のためにまたリベールに来たんですね。ま、そんなとこかな。そや、ドロシーちゃんはなんで国際定期船に乗っとんの。東方人街とか言ってたけど、まさか取材旅行にでも行ってたん。そうなんですよ、今回もナイアル先輩に一人で行ってこいって言われて。へえ、あの人も思い切ったことするな。外国での取材旅行やのにドロシーちゃん一人に任せようとするなんて。しかしそうやね、そうやって責任を持たせることで人は成長するのかもしれへんね。任せてくださいよ。最初はボースマーケットの取材のはずだったんですけど、なんとかなるもんですね。は？ナイアルさんに言われたんはボースの取材やったんか。ええ、そのはずだったんですけど、定期船の座席で居眠りして目を覚ましたらカルバードの首都に到着してたんですよ。不思議なこともあるもんですね。それ思いっきり乗る船を間違えてるやん。それでそのまま共和国に何日もいたんか。パスポートとか旅費とかは。それがちょうど空港にリベール大使館の人がいて仮発行してくれたんです。取材旅行中もいろんな人が親切にしてくれたからミラにも困りませんでしたし。はあ、こう突っ込みどころが多いとさすがの俺でもさばけんわ。しかしそんな事情やったらナイアルさんもさぞかし心配しとるんとちゃうか。どうなんでしょう。昨日編集部に帰るって連絡したらお腹痛そうな声してましたけど、やっぱりタバコの吸いすぎは体に良くないですよね。それはタバコっちゅうよりストレス性の胃炎やと思うけど。本日は国際定期船グレトナ号をご利用いただき誠にありがとうございます。あと30分ほどで本船は終点リベール王国
ボートグランセルに到着します。皆様、手荷物などをご確認の上、着陸前にはご着席くださるようお願い申し上げます。それでは引き続き空の旅をお楽しみください。あともうちょいで到着か。俺は着陸まで船内を散策するつもりやけど、ドロシーちゃんはどないする？そうですね、せっかくの国際定期船ですし、私ももう少しいろんなところを撮っておくことにします。そっか、頑張ってな。それではまた後で。お客様、アナウンスはお聞きになりましたか？まもなく終点リベール王国オートグランセルに到着します。お手持ち品などのお忘れ物がないか今一度ご確認くださいませ。そろそろレガン連山だ。気流が乱れるから注意してくれよ。わかったらっつーの。俺を誰だと思ってんだ。もう3年もこの航路で舵握ってんだぜ。進路西北西、ヨーソロ。え、いや、子供の頃の夢って言われてもな。そんなことは人に言うもんじゃねえだろうよ。あ、またごまかした。取材なんですからちゃんと答えてくださいよ。記者の特権を行使しとるみたいやね。ちなみに私の夢は怪盗になることでした。えへん。絶対どこかの小説の影響やね。はあ、すごい商談でしたよ。あのミラノさんを押し切ってしまうなんて。世界は広いな。あの交渉に、バカ像のくせにえらい粘りよってからに。まあええわ、こっちには優秀な情報屋がついとんのや。次は64、いや73で取ったるで。さあ、いよいよリベールに帰ってきたぞ。次は新居探しだよね。ねえエアリー、どんな家がいい？彼と半年かけて大陸諸国を回っていたの。素敵な新婚旅行だったわ。やっぱりこの人と一緒になってよかった。お待たせしました。まもなく本線は終点リベール王国オートグランセルに到着します。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。も素敵でしたけど、やっぱりリベールの空気は格別です。半年前あれだけ大変なことがあったのに、街並みもすっかり元通りやね。平和で穏やかな国やのに、そこら辺は根性あるよな。えへん、なんといっても女王様の治める国ですから、女は逆境に強いんですよ。なんかドロシーちゃんが言うと説得力があるようなないような。しかし半年ぶりやけど、確かにええね、この国の空気は。どこか懐かしいっていうか、里心がつくっていうか。確
確かケビンさんの故郷ってアルテリアってところでしたっけ？でっかい教会がたくさんあるっていう。ああ、別に俺はアルテリアの出身やないで。アルテリア報告っちゅうんは七王教会の総本山がある場所でな、大陸全土から信徒とか教会関係者が集まってくるけど、元々の出身者ってのは少ないんや。国言うてもそこらの自治州よりはるかに面積小さいし。はあ、そうなんですか。あれ、それじゃあケビンさんの故郷ってドロシー。あ、ナイエル先輩、ドロシーハイアット、ただいま戻りました。ただいま戻りましたじゃねっての。お前ってやつはなんでボース氏の取材が共和国の取材に変わるんだよ。あの時西回りの定期船にちゃんと乗ってただろうが。どうしてなんでしょうね。もしかして、もしかしてなんだ。もしかして私無遊病だったりするのかな。寝てる時自分でも気づかぬうちに飛行船を乗り換えちゃってて、それを何かの殺人事件のトリックに利用されたりして、時々ミステリーな匂いがしますね。無遊病で乗った飛行船が変わるわけねえだろ。息切れしてきた。大丈夫ですか。先輩もいい歳なんですから、タバコは控えておかないと。そうだ、30歳のお誕生日、先週の金曜日でしたよね。おめでとうございます。私、旅先でケーキを買って盛大にお祝いしたんですよ。な、どうでもいいこと覚えてなくていいんだよ。っていうかそれ、ただ単にお前がケーキ食いたかっただけだろうが。それが東方のお抹茶を使ったケーキで、甘さとほろ苦さのハーモニーがもう絶妙って感じなんです。可愛い姿をいっぱい撮ってきましたから、後で現像してお見せしますね。写真かよ、せめて土産で買ってこいよ。なんちゅうか、前にも増してゲイとしての完成度が上がっとる気が。で、あれ？ナイアルさん、お久しぶりです。相変わらずみたいで何よりですわ。ケビン・グラハム、どうしてお前さんがここに。もしかしてこいつアルテリア組んだりまで行って何かしでかしたんじゃ。ちゃいますって、ちょうど偶然国際定期船に乗り合わせただけですわ。そうか、安心したぜ。思わずこいつがどじって大聖堂のステンドグラスかなんかをコッパみじんにしたかと思ったぞ。ナイアルさん、苦労してますな。先輩ったら相変わらず心配性なんですから。誰のせいだ、誰の。しかし半年ぶりくらいになるか。どうしてリベルへ、また何かあったのかよ。ああ、ちょいと野暮用ですわ。別に事件とかやないですから、期待しても何もあらへんですよ。へへ、そいつはどうかな。まあいいや、どうせしばらくはグランセル大聖堂にいるんだろ。そのうち挨拶に伺わせてもらうぜ。お手柔らかに。そんじゃドロシー、とっとと編集部に戻るぞ。この2週間何をしてたのか洗いざらい話してもらうからな。えへん、任せてくださいよ。毎食毎食写真を撮ったから、現像すれば全部思い出せます。グルメレポートの話をしてんじゃねえ。はあ、あの二人を見てるとまたリベールに来たって感じがするな。しかし
それ以外の人は何してるんやろな。エステルちゃんとエシュア君は外国に行ったそうやけど。グラハム神父、シード中佐。久しぶりだね。事件後の祝賀会以来かな。元気そうで何よりだよ。中佐こそお変わりないようで安心しましたわ。しかし王国軍が絡んでるとは聞いてましたけど、てっきりユリアさんあたりが来はるかと思ってましたわ。シバルス隊は今別の任務についててね。こうして暇な私が出張らせてもらったわけさ。またまた、ご謙遜を。風の噂で大佐への昇進も間近と聞いてますで。今更ながら君たちの情報網には驚かされるが、あいにく今の私にはいささか荷が重いちいかな。それにカシウス准将にもまだまだ頑張ってもらいたいしね。カシウスさんも大変や。それで例の仏は大聖堂に？ああ、地下に保管されているらしい。何でも部外者の立ち入りには騎士団の許可が必要らしいが。ええ、まあちょいと特殊な場所ですから、詳しい話はそこでさせてもらいますわ。わかった。紹介したい人もいるから早速大聖堂に向かおうか。え？紹介したい人？今回の件における協力者でね。詳しい事情はその人から聞くといいだろう。